やんやーどうも、よろしくお願いします本日はですね、え、何かあったんですか皆さん。え、何か、何かあったんですかもうすでにちょっとこわ、あの、遊んでたら壊れましたこれ。すいません。ちょっと壊れちゃったんで、あの、あの、目が、あの、呆きれなくなってしまったんですけど、よろしくお願いします。いっか、実はこんな顔してました。初顔出し配信ということで。え、何かあったんですか皆さん。いやー。今日はなんかめでたいことでもあったんみんな。え、なになに今日はまだないでしょう。え、なに 今日美獣いいアイロン使ったからね。なんでやと思うなん <laughs> だろう。コメント流れてるぞ。あ、しまった。コメント流してる。あ、まあ、これちょっと後でお前ら、一緒に移ろうや。<laughs> どうせ、誕生日スクショすんにやでさ。あ、あ、すいません。800エールさん、ありがとうございます。え、なんかあったんですかエールいただけるなんて今日は。<laughs> この時期だーって、うん。<laughs> つけました。あ、ちょっと待って、まだ送るな。あ、えっとな、お前ら見ようぜ見ようぜ。これ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 こありがとうありがとう,ありがとう。まだ送るなーって。 えーエントリーしますなんとオープンレックではですねえー参加者は参加者を満たしてねえわけねえだろうがよ <laughs> はちょ待って待って待ってえあのあのまあええかほなこんなことは別に関係ないですしよし。 え、俺4月生まれなんですけど、間違いなく。え、そうだよね。俺、あえあと50分、40分もすれば誕生日だよな。条件はで、どうやって条件すんの、これ。はエントリーホームオープンレックユーザー名。いや、こんなん前から入力してるやろ。なんかこれ、免許証を見せるとか言うの、まさか。 ちょっと待てよ。え、ちょっと、え、住所登録とかって昔したよな。え、これ俺入れたくねえんだけど。俺入れたくないんだけど。誕生日。ちょ、スタッフさんさ、これ、ちょっとユ聞かせろよ前も昔入力したやろ。え、これ映ってないよね。大丈夫やんな。何も映ってないよね。大丈夫やんな。メールアドレス。 ちょっとややこしいなぁ。なんで俺これさ、お前らと一緒にエントリーしようと思ってたでさ。<laughs> くっそ。3万円以内の商品 URL を記載ください。決めてねえからダメだ。<laughs> なんか欲しいもんある ?3 万円のもの。URL 貼れってよ。お前ら3万円のさ、なんか URL ないの ?3 万円でもらえるもんの。あるかな ああ、3万って結構あるじゃん。なんか、イベント登録した。ちょ、これ、これ映ったら終わるで、ちょっと待って。怖、うん、<わ>ー <laughs> なんで俺配信でこんなことしちゃなあかんにゃなんか URL 貼って、あの、3万円で買えるもんの。なんかねえかよくわからんけど、この URL にしよう。えー、寿、や、な、んや、寿。 コトブキ屋がなんかわからんけど、コトブキ屋の商品とつ、あれは貼っとこう。寿屋って何屋さんフィギュア <laughs> いいんじゃないの <laughs> こコトブキ屋さんのグッズです。じゃこれもらっとくか。よし。欲しかったし。 <は>氏名を確認できる画像書類をアップロードしてくださいふざけんなよオープンレック <laughs> 昔アップロードしやんだっけこの誕生日不正なんかしてねえわバカがよ <laughs> ほら4月13日生まれだろうがどう見てもよ <laughs> えっと何も映ってないよな え、映ってないよね、今。<laughs> 気をつけろ、はい。ちょ、カ,カメラやめて、カメラ。こうして、ファイルを追加で、えー、っと、えど、どうしよう、どうしよう、どうしよう。写真撮って、そしてこれを、あ、怖い怖いかこれを、 ちょっと待て、お前ら参加するからな、3万円分もらおう。えー、あえー、これ大丈夫え、俺これ、なんか、え、え、これツイートじゃない大丈夫俺めん、えぇ、ー、ああ、ああ、大丈夫やったわ。こうして。怖っ。ちょっと待てよ。準備しとるからな。え、これ映ってないよな、なも。大丈夫やな。<laughs> 怖いパソコンのデスクトップに俺の免許証が。<laughs> 恐ろしいえ !2 万円以内の URL も貼れってよ。いけたおーし。これでハピバチャレンジで俺多分参加できた。よしよしよし。お待たせしましたー。で、これで根こそぎ商品をもらっていくと。ターンおめ名ありがとう。で、え、ちょっと待ってな。エントリー押すよ。 こちらのエントリーの方を押させていただきます。押した瞬間なんか変なんでるとあかんのでちょっと閉じます。参加条件満たしてねーってなる教えてくれよ、プーンこの前俺、なんかやりとりしたやん。そん時お誕生日イベントありますよねって参加したいと思いますって言うた時に教えてくれよなんて気の機関サイトなんやキックいくわ。 ほんとクソサイトだな。そう。こんなんしてたらエントリー誰もしないでしょ。ええー。まあでも参加条件満たしてなかったらしい。まあしょうがねえな。は <laughs> えー、電話しろ。もうひ、しおし <laughs> 金曜の夜だから無理だ。<laughs> 確かに。<laughs> 金曜の夜わかんでな。<laughs> なんだー。文に個人情報送るの怖くないかでも、私である。 誕生日イベント二人しか参加してないぞ。この前までゼロやったのに増えたじゃねえかよ。うーん。でよー、お、ま、前、あ、俺今日さ、これをさ、一人で買いに行ったんやって。そしたら、あれパーティーですかっていう風に笑顔で聞かれた。<laughs> <laughs> はい、そうです。って言いました。<laughs> ちなみにこのセットでお前らいくらかかったか知ってるか <laughs> はい、このセット全部でいくらでしょうか <laughs> 正解は、ジャストやったわ。 5,500円です。<laughs> 5,500円ジャストでした。ぼちぼちするね,えね。ね結構高いね。これだけでで、このネクタイとか1,000円とかすんねん、これが。まあ、L でなんとかなるじゃねえか。そうですね。ありがとうございます。本当に皆さん。たくさんたくさんの。ありがとうございます。確かにな。いやー、年取ったね。本当に。 でも毎年こうやってさ、誕生日迎えれてなんやかんや、いいよなって思ってるわ。服着ろよって何俺服着てないように見えんの。まあ今日はいいよって、来年はないぞーって。幸せ。37にしてはイケメンだよな。わかるわー。ありがとうございます。すいませんねー。幸せ者。<laughs> 世界一の幸せ者やったんや、俺は。<laughs> そんな感じする。年取るの怖えー。俺も怖かったよ、正直。 25とかの頃が一番怖かったかな2526いや25はそんなにやったな27が一番怖かったかなふうでもまあなんかどうしてろ年取るもんなんやでって思っとけばねその年相応のなあのやっぱええことがあるっていうもんや説法始まったかってありがとうございます皆さん本当にね おめえらもでもあれだろう何回あのもう俺毎年誕生日配信やってるけどさおめえらもさ一緒に年取ってんじゃねえの <laughs> どう何歳年取っただってさこれねあのエゴサでね発見したんですけどびっくりしましたびっくらポンですねあの僕今こんなしわしわのおじさんじゃないですか僕が20代29の頃にインターネット30かな下手したら30か29の頃に顔がインターネットで出てるんですけど多分29えこんな感じでしたいくよ ハハハハハハかっこよくね78年前の俺めちゃかっこよ,よなこんなんずるいやんって思って嘘だろうってほんとこんなんなりますビックラポンビックラポンビックラビックラビックラポンなっちゃうんですよね年取るとなんだからあっさりしとこに対してあのあ年取ったら俺みたいになるって言うてんねははは そんな感じの空気あるやん、この人。世紀があるねーって、なんか未来が輝かしそうやんな。かっこいいな、こいつ。弾 <laughs> くわー。だって29、30って30手前ぐらいやと思うけど、この時。こんなんやで。俺、これ何してんのマイクつけて。多分、シャドーバーかなんかのイベント行って、あの、見つかってスタッフさんによかったら出てくださいって言われて出た時のあれやと思う。ジョジョみたいなこけ方してる。コンコロがあって、俺体重多分、ちょうど、 40代やと思うよ、俺体重これ。50ないぐらいやと思う。それが今はもう56、7キロのおじさんになってしまいましてね、女かよ。目は今の方が優しい、本当に健康診断引っかかんねえのかって内臓脂肪ついてるからな。歯が黄色いねって昔からずっと黄色いのよ。顔出してるときから。今からでも筋トレしようぜって。でもまあね、こんもいも色々あったし、なんやかんや今が幸せなんじゃないかな。アイコンこれにしようぜって。 詐欺やん。<laughs> これ加工とかじゃないですからね。この服何これ気に入ってたんよ。何やったっけこの服。なんか買った時についてきた服なんやって。上着もあった気がすんやけど、これなくしちゃった。いや、これ別に胸毛してる、胸毛じゃなくて影ね。これザン,ザンギエフみたいな胸毛してるんじゃないよ。これ影ね、ただの。あれ、僕胸毛でこうなってるんちゃいますからね。ないですよ。ないでしょ、ここに。焦げてる。この時化粧してない。何もしてない。 もうそのまんまかっこいいなあいいなあ若いっていいよなあそう考えるとってことはやろお前らこんだけかっこよくても年取ったらこうなるってお前ら自分の身に刻んどけ <laughs> お前ら今の状態から年取ったらもっとひどいことになるって <laughs> <laughs> 悲しいことにねそうなるんですよねこん時のおえちゃん返してでこん時より今のが俺のがおもろいででも。 やっぱり、喋り方自信なさそうに喋るもん、またそれが可愛いんやって、この時の。<laughs> ああ、どうもよろしくお願いします。えー、本日もですね、シャドーバースやっていくんですけども、で、この時のプレイで、ここ,こなんでこういうことするか、みたいな感じのさ、やつよりさ、<laughs> <laughs> こんとは、こんなこと、こんなこと、ん言うとる方がやっぱ面白いやん。<laughs> この頃の動画ねえのか、で、プンで探しあるかも。<laughs> 目がくれーよって、この時確かにちょっとあれやな。いや、でもなんかかっこええやん、影あって。 うんどこで一皮むけたんだろうねってどこやろうなクソイケメンだったんだな若い頃はなちなみにこの頃あの潔白です <laughs> いやなんか言い方ちょっとあれやけどこの頃本当にあの潔白もええところうんさてまあまあいろいろありますねうん うん。髪の色変わってないね。で、ずっとこれだよ。ゃ罰にして,って。てこの頃はそんなに言うほど知らがなかったけどな。あの、毛の薄さ気にしてた。正直言うと。この時期は。でも、あんま進行してないから変わってねえんやけど、髪染めやんと剥げちゃうで、ここも隙間できてるしね。<laughs> これ、イベント行ってるから多分毛固めてるやろうけど。そう、必死にデコ隠してる時期や。何度見てもイケメンなな。 <laughs> 何度見てもイケメン <laughs> はっきゃなデスノートのキラの役やらせてほしかったね同じ画角で比べてみてくれないかどう違うえあ、どうハハハハハハハ 中学生の模写みたいになってんぞ <laughs> かなり劣化してるやねえかじゃあじ実物と比べて中学生やろ着るなよって寒なってきただって変態やん裸やったら <laughs> ティンコンカンコンティンコンカンコンふう完璧だで皆さん今日何の日か知ってましたか実はそうですあと25分です あ、今日誕生日の人おめでとう。おえのです。カウントダウンしてくれよってカウントダウンしたいけど俺、秒針がねえからさ、いつも適当に言うしかねえんやって。なんだろうってわかるかなスマホで見れるとその見方がわからんねん。ジャンプしてね。毎回飛んでない俺。うん、パソコンに表示されてるのは分数や。秒数はわかんねえ1分前からやってくれ。時計のアイコン うんうん。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。妊娠中でつわりがひどいって文字が見えた。<laughs> 大丈夫かな俺見とったら気持ち悪くなってくるんちゃうか <laughs> いろいろあるんやね、みんなね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はーあ。わあ、いっぱいもらってら。<笑><笑><笑>まだ早いんやけどね、って。<laughs> 元気な子産んでほしいな。 世の中にクソ貢献や。これで時計見れるんだぞ。で、まじか。トゥントトントンティントン。<laughs> あかん。先走っとる。おー、いいじゃねえか、いいじゃねえか。これでいいんじゃねえの映しとけよって。映しとく画面に。ちっちゃく映そうぜって、そうしよう。おー、ハラハラするねーこれでいかがでしょう いいやん。RTA 奏者みたいでよ。<laughs> 左に置いてくれ。で、右のがよくね。左のがえどっちでもええけど。左、上がいいって。VTuber みたいな配置になってんぞ。で、VTuber 顔出ないから。うん。それで目隠してくれ。で、犯罪者みたいに。 動けやん。<laughs> いいやん、よくねえよ。こっちにしろ。いやー、浮かれてるねーで、まあ、嫌だけどな、正直言うと。37になるとか。はっきり言って嫌やぜ。でもよ、まあ、取るん、せっかく歳取るんやったらよ。まあ、やっぱ、ちょっと明るく歳取った方がいいじゃん。 だってどっちにしろ、悲観しようが楽しんでようが歳取るんやでさ、じゃあ楽しんだ方がいいよねっていう。配信もそうやぞ。お前ら、おもんなおもんなおもんないとか言うんじゃなくて、楽しいなって気持ちで見た方が絶対いいの。誕生日と同じな。どうせするんやったら楽しめって話よ。そうそう、同じアホなら踊らには損損って。<laughs> うーん、わかったわかったで。そやろそっちの方が幸せやしな。世界一の幸せ者になるための教えやな、俺の。 分かったから歌えよー歌ってほしいんですかこの僕に <laughs>「ハッピーバースデイトゥーユー」「ハッピーバースデイトゥユー」

う浮かれてんな家族のパーティーは明日かあ明日の夕方からよいしょうんローカル番組にいそうだねウキウキだねで全然ウキウキしんきまあ、せっかくやったらな <laughs> 今日でも買い物行ってよかったら面白いツイートもできたしありがとうございます後でねちょっとまとめてねあのエールの方とかはね言わせていただけたらと思っております金額読み上げてありがとうっていうだけなんですけど <laughs> いつものあれな 4月13日の誕生日の花見ようぜ。いい花かなありがとう、ありがとう。皆さんありがとうございます、本当に。まだ祝われたかで、まだ誕生日じゃねえんだよ。ねえんだよ。どれどれ花言葉でも見てきますか。4月13日の誕生日花。いちご、春舎菊の花。なんだいちご、春舎菊って。いちご、尊重と愛情、幸福な家庭。 先見の目、あなたを喜ばせる。え、めっちゃ俺、イチゴっぽいやん。<laughs> めっちゃイチゴやん、俺。先見の目ある、みたいなこと言ってるし、人を喜ばせんの好きやし、幸福な家庭やし。尊重と愛情ってのはよくわからんけど、多分そうやろ。えー、春シャギクはいつも陽気、一目惚れ。熊外草は気まぐれな貴人婦見かけだ、しいなんや、それな,な、よくわからんけど。 あ、貴婦人か、これ。全部正解な気がする。えぇ、ー。そういう花があるんてよ。えぇ、ー、尊重と愛情、幸福な家庭、先見の目、あなたは私を喜ばせる。えぇ、ー、ぴったりやん。<laughs> いいなぁ、花買うかって、いや、いらないです。別に花にはそんなに興味ない。えー、これがイチゴって花なん。んえ、これイチゴが実るの <laughs> パーティーグッズの方がけえぞって。来年も使えるやん。春シャギ菊。ああ、見たことあるこの花。いつも陽気一目惚れ。んー、熊がいそう。<laughs> なんてマイナーな植物なんや。<laughs> 見かけ直して <laughs>。気まぐれ泣き婦人。俺が女やったらこうなってたってことか。 4月の花言葉一覧ってお前ら4月生まれ必見や。ええー、意外とこういうのも調べてみるのも楽しいかもな。お前らも自分の誕生日の花とか知らないよってやつは誕生日になったら花言葉調べてみるとか、ちょっと誕生日が色づくかもしれんな。4月30日はカルミアとトなしなんだ。へえ。ふんふん。ええー、愉快なことが知れましたね。うまいこと言うねえ。で、花だけにな。 おえちゃんの誕生日ナンバーのポケモンがいたぞ。何か教えてくれよ。なんで俺いちいち調べに行くねん。図鑑ナンバーが俺と同じ誕生日のポケモン。なん <laughs> やと思う <laughs> そういえばそうやったら。ゴミ <laughs> のミノ。<laughs> <laughs> ミノアダムだー。求人じゃん確かに。 見かけ倒し。貴婦人。よかった、俺、男で。うんー、もう鋼虫タイプなんやで、これ、ハッサムと一緒なんやで、ハッサム使うわ。<laughs> 間違えた、<laughs> こっちや。いろいろ開いとってわからんくなる。<laughs> ちゃんとゴミだね。<laughs> いやー、どうなるんでしょうかね。お、誕生日になったら、おめえらも一緒に移ろうな、あと10分や。よーし。 誕生日になったらおめらのコメントがこうやって流れて、なんかめっちゃエールもらってる俺、俺 <laughs> <laughs> なんか花咲いてたやん、今。びっくりしたわ。<laughs> こんな感じでお前らも一緒に映るんや。<laughs> えっとな、ほんで、こうして、<笑><笑><笑>こんな感じにして一緒に映ろうぜ。<laughs> 今年も。<laughs> うん。去年もこうやったよな。

なんか今日はっていうと今日誕生日のやつとかもいるやろうしな <laughs> あまだやでなあと9分8分かうんドヤコンガのフィギュアも持ってこようぜ<笑><笑>なんかドヤコンガのフィギュアまとめ売りみたいなのされてるらしいな <laughs> ドヤコンガたち集まれー <laughs> ドヤコンガここに集結 <laughs> ああエッチだねーってクソほどな 配置にこだわってます <laughs>。<laughs> ドヤコンガも祝ってくれてる。いいじゃねえかよ。増やしていこうぜーって趣味で集めよう。やべやべやべ,やべあと六分じゃんドキドキしてきたー。三十七かー。三十七の方ふわっと決めとく。三十七ってなんだ。うーん。言い残すこと三十六に。 いやーいい一年あった。でも本当に。毎年毎年、今年はどうなんにやろうなーとかいろいろ思うけどさ、毎年いい一年迎えてんなって何やかんや思うよな。うんうん。ちょっと一回地球隠して。まあいろいろあったな。36はマジでいろいろあったな。36いろいろありましたよね。わかりますよ。うーん。ありすぎたよなーってな。 今年濃かったわ。ハイゲも出たし、いろいろあったしな。うん。いや去年も一昨年も言うていろいろあっ,あったけどな、本当に。おもろい年だったなせやな。いや、来年、まあ今年はそれ以上に濃い一年が過ごせるといいんかな。まあ濃さは別にいいけどよ。服脱がないんですかで、ね、やっぱ服脱いだ方がいい誕生日に合わせて。おし、お待たせしました。レムで隠そう。 まだあと3分あと分るから落ち着け <laughs> <laughs> ま,だまだ3分あるがな <laughs> あと数分だぞうんい,やいい人生だ <laughs> 主張が激しいしでこうしてえっとあとあと2分ちょっと待てよ落ち着いて準備するんや <laughs> これでいいんじゃないですかおし。楽しくなってきたぞで、これをスクショできるようにしとくな。誕生日迎えたら。俺の顔がうまいこと映るタイミングを選ぶんや。ちょ、待てよ。あと1分30秒。そこは、隙間が見つからん。 うん、隙間が見つからんなこれうまいこと映りたいのに、うん、逆向いてる <laughs> こっちか <laughs> こんな感じでもう何も見えてへんやん俺 <laughs> 久々にスタンプ流れてるわ <laughs> 来るぞあと1分あと1分あと一分落ち着け <laughs> こんな感じでよし <laughs> 37歳か <laughs> ありがとうございます本当に皆さんまだ早い <laughs> うわ、30終わっちまう、マジでちょっと、もうこれインボやめて、まだちょっと待っていや、いいか、どうすろじゃカラフルやで、ね、カラフルな方がま、何も映らんやん行くぞ、行くぞあと30秒来るぞあ、なんかコメント途切れた。<laughs> ちょっと待っておい、バグったちょ、待って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 待てええ、ええー、ええー、え。 コメント流れすぎてバグった。やばいやばい、間に合う間に合う、あと25秒まで。え、大丈夫、大丈夫あ、あ、やばい、あと5秒や 行くぞ、お前ら誕生日おめでとうありがとうコメント流すの忘れて、たなれやんあの、なが、エールしか流れ、あー、なんかいっぱい降ってきたありがとうちょっと待って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 。ありがとうございますちょっと待って、もっとええ顔したいありがとうありがとうほんとありがとう お前らも一緒に映したい。ちょっと待って、お前らも一緒に映したい。ちょ,っとちょっと待って、このまんまじゃこんな感じ。ちょっと待って、お前らも映ろうよ、せっかくなんやで、えっと。えっと、えっと、えっと。あ、流れてる流れてる来た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 行くぞ誕生日おめでとうありがとうなんも見えねえやはっはははオッケー、ありがとう。 あーあもう映ってねえやんあれどなんで今映ってたんやちなみにこんな感じな <laughs> <laughs> じゃあこの2枚をツイートでもするか <laughs> いやーありがとう本当にあい<ー>る <laughs> だけしっかり映んのに <laughs> 見えねえ <laughs> いやー37か <laughs> どうなんだろうな、今年はな、マジで。コメント映ったり映らなかったりじゃん。まあ、いい1年にはしたいと思います。本当にありがとうございます。よーし、じゃあ、これで、ツイート、ツイートって絶対すんねやっけこれか。これで、ツイートの仕方ごめんなさい、わかんない。え、これか。 37歳になりました。ありがとうでい,いか <laughs> ちょっと簡単な文章やけど。<laughs> よし、ツイートしまーす。じゃん。おーし。いやいい1年だったなー、マジで。年取っても何が起こるかわかんねえからな、ディスコード見ろって。何も来てないです。別にいいんです。そんなもんは。閉じます、Discord は。<laughs> 大人、大人になっちゃったなー。また一つ、老害に近づいたなうーん。 あ、ラインも来てないです。ははははは。いいんです、別に。<laughs> 別にいいんです、それは。<laughs> さあ、じゃあ、あれなんで。あ、なんかここおかしな。<laughs> あと3年で40やぜ。あと3年でなんかできることはちょっと一つぐらい持っときてえなー。<laughs> 早いな。<laughs> やばいよな、マジで。いや、マジでやべえな。 早かったオープンレック始めたんは20代の頃やったのによも,もう3十も後半やで <laughs> いやー40までには結婚してえな <laughs> いや分からんけど別にいいんだけどさ <laughs> できぬらな <laughs> うーんもう誕生日ソング出たぞで何誕生日ソング出たん俺の 誕生日ソングかどうかは分からんけど俺の曲が出たちょ僕の誕生日ソングでもちょっと皆さん聴いてくださいよかったらヘッドホンつけるねえ帽子の弊害が出たなちょっと無理やりですけどこんな感じで聴いていきたいと思いまーす どれどれえー、この世界は大江の高い木のために存在しているのではないだろうか <laughs> そうかもしれないですね。なんかそんな気がしてきました。タイトル、この世界は大江の高い木のために存在しているのではないだろうか聞きましょう。<laughs> うん。そうかも。 え曲やんわからんの <laughs> <laughs> 違うって言うてんのな みたいになってる。<laughs> すごいいい曲。<laughs> えー、いい曲じゃん。泣けるね。 アハハハハハ 確かに確かに

タバコ落としなんやけど、どこ行った <laughs> タバコ落としたんですけどすみません、一本くらいじゃ一本あ、タバコなくしたんですけどいや皆さん、本当にありがとうございますえー、泣いてない、泣いてねーよ <laughs> 泣いてねーよバカ野郎 あ、はあ。泣いていんなよ。ちょっと泣けた、ほんとに。ええー、ありがとうみんな。<laughs> 37歳になってもええことあるもんや。<laughs> <laughs> 今までありがとう、まだまだあります。まだまだ続きます。70まで続けます。この世界は、ははは。 いやあ、いいね。本当にしわしわになってんぞって、俺 <laughs> まだまだしわしわになるよ。俺がもっとしわしわになるまでお前らを見続けやんとな。<laughs> ありがとね、本当に。いや、嬉しいです。誕生日イラストだってあるぞ、で、どこにどこに。ハッシュタグ、応援の誕生日祭みたいな感じでツイートされてる。昔そういえばさ、誕生日イラストもらって、みたいなさ、みんなに見してたけど、そういう文化なくなったよな。 俺の誕生日って分かっててさ、ちょ準備してる人とかもみんならありがとね。ありがとうございます。これよくやるやつええやん、黄色のカービィに、スノーマンストーリーに、ちょこちょーにアピタンに。ああ、人狼のキャラに、あの、なんだっけあの人、コンビニの常連さんに、オーバーフロッシャーに、コダックに、ブランカに。 こあれやねん、知らぬいもおりやねえか。<laughs> 違う服の僕らにピクミンに、ムシに。<laughs> いろいろおるわ。<laughs> うん。いや、めでたいね。はあ、汚ねえな、あしょ。坊主もあるぞって、苔生えてるやん、あれ。シワ。<laughs> <laughs> っていうか、シワシワって。 <laughs> よく見たらめっちゃシワシワやんけ <laughs>。<laughs> めっちゃシワシワ <laughs>。あの、マウントレーニアな <laughs>。こんな感じで撮ると黄色派<笑><笑>黄色すぎる <laughs>。 い,やーいいいや年の取り方してんじゃんうんいやーありがとうございますほんとにはー <laughs> そうだねー今年はどうなるだろうねー今年も楽しみてーなーインターネットって楽しいもんだからよ やっぱ楽しんでできるのが一番だよな本当に次の炎上が楽しみですねでも炎上することありますか僕まだあるよーってちなみにちょっとうっすら気づいてたんですけどありがとうございますね本当にみんな祝ってくれてるわありがとう <laughs> フォイが祝ってくれました <laughs> <laughs> ありがとう。なんか LINE ギフトってこれどうやって受け取れんやろ俺わかんねえ。これ今受け取ると間違えたらあかんで。<laughs> 後で受け取ろう。俺と受け取り方わかんねえ。<laughs> いやーおいちゃんトレンド入ってんぞ、マジで。去年も入ったよな。俺すごくないインターネットで活動してただ誕生日迎えただけでトレンド入るってやばくないほんとや、<laughs> 本当に入ってる。<laughs> すごいな。あるんだな。 いやー幸せなおじさんだ俺は本当に幸せなおじさんです僕はありがとうございますうん個人のおすすめだろって個人のおすすめお前ら入ったことある三十七37になってから入れる <laughs> うんねえよってだろあこれ充電できてない切れんなよって お前ツイートにインプレゾンビを開いてんぞ。よし、抹消していこう。インプレゾンビども。いやー。<laughs> おえちゃん、ハピバ、シワシワになってくたばっても愛してるよ。このインプレゾンビどうする消す <laughs> でも愛してくれてるらしいで。思いっきりプロフィール海外なんやけど。おえちゃん、ハピバ、シワシワになってくたばっても愛してるよ。この世界が。残しとこうで記念にな。 一応祝ってくれてるしなーって <laughs> うんハートだけ連打しとるやつだけ消しとこう <laughs> エールが長すぎんぞってまたもらってるんですかすいませんありがとうございます <laughs> よいしうんありがとなおめえらほんとありがとうなちゃちょっと一回コメント打すのやめよっか <laughs> ありがとうないややってること VTuber みたいでいいね配信者みたいなんな <laughs> うん、変わんねえじゃん。全然違う。心意気がちげえよ。持ち、いや、断言する。今やってる VTuber のもが70歳までは絶対配信してねえ。絶対俺のが長生きだ。だろうな。でもそれは断言できるでしょ。うん。おめえは早死にするしな。ああ。そうか。え <laughs> はええなえ。なんか誕生日ええな。 うん、ヒートショックで死にそうだけどな。で、死ぬのは脳幹で。<laughs> まあ、俺は長生きするからよ。ありがとう、ありがとうございます。本当に皆さんね、ありがとうね。うん、ラム好きなのこれレムな間違いなドヤコン川の方へ2050年までは行きたい、本当に。2050年まではな、少なくても配信したいな。えー、26年後62か。はははは。 体もろもろやでなあや,やりてえなー <laughs> まあ生きてんのは生きてそううーん俺とお前20歳差だわ <laughs> クソガキも見てます <laughs> <laughs> おめえが37になっても見てくれな57かもしれない <laughs> 確かになだいぶ風格あったもんな俺とお前は20歳差じゃ <laughs> みたいな感じで。 57の可能性もあるかそうやな最近増えてるらしいからなうん、はあまあ、ありがとうシュワ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 ありがとう <laughs> 本当にお前らありがとう <laughs> こんな感じで祝われて俺幸せやわ <laughs> おえちゃん好き好き好き <laughs> お前ら <laughs> <laughs> マウスも落ちたわうん心は泣いてそうでい,やい,やい,やいいじゃんいいもんやないやー誕生日の人おめでとう今日誕生日の人おめでとうって挨拶俺もしよっかな本当にええー、かもしれん <laughs> 朝までやってよでまあ誕生日なんで一回区切りつけたいんで <laughs> じゃあちょっとあの集金の方だけして えー、お待ちください <laughs> レジ打ちして一回じゃあ次枠にしますかなんか俺カクカクしてんなカクカクしてない俺してるよなカクカクしてるしてるしてる,してる <laughs> なんかバグってきたんでそろそろねえー、ではまず皆さんありがとうございますじゃあちょっと一回エールの方はねあの受付は終了させていただきます本当にありがとうございました よし、これで変更したんで、えまずはですね、14,800エールさん、ありがとうございます。お誕生日おめでとう。今年はね、心穏やかに生きていきたいと思います。<laughs> まるで去年が乱れてたみたいですね。<laughs> いやー、幸せに生きていきたいと思います。そして、12,800エールさんもありがとうございます。<laughs> 37歳おめでとうということで、僕のおかげで生きていけるらしいです。<laughs> 僕のおかげです。ありがとうございます。<laughs> そして、11,600エールさんもありがとうございます。 あいこすだいありがとうございます座させていただきますそして1万800 l さんもありがとうございますえー、めちゃめちゃ額が高いですね今日6000 l さんもありがとう祝37歳そして4800 l さんもありがとうございますえー、しわしわになってくたばっても愛してるよこれ見たことある4800 l さんもありがとうトラックかマイクラかカイロゲーやってくれよもう映した方がいいこうやって えっと、そして、えー、っと、3600エールさん、返答しあんだっていう、<laughs> ありがとうございます。そして3200エールさんもありがとうございます。3200、え、エールさん、37歳の誕生日おめでとう。あ、やべや間違えた。楽しいこと、好きなことたくさんしてずっとニコニコしてたいのな。そうなんな。<laughs> ありがとう。 いつまでも元気に、本当にいつまでもね、あの健康でちょっと病院ね、僕行かない癖あるんやけど、ありがとうございます、3200エルさんも。ちょっとしっかりね、そういうの健康面、ちょっと意識した方がいいんだろうなって思ってます。3200エルさんもありがとうございます。そして、3200エルさん、好き、ありがとう。<laughs> そして、パコリンおめでとう、えー。人間違えてます。ありがとう、2400エルさん。<laughs> そして、えー、2400エルさん、えー、おいちゃんおめでとう。健康に生きてね。で、みんな俺の健康を気にしてくれとる。<laughs> ありがとう。2400エルさん、ありがとう。おめえ、地球や。 おめでとうありがとう !2400L さん !2000L さんありがとう誕生日おめでとうありがとうございますこの世界がおめでとうありがとうございます !1600L さんありがとうそして 1600L さんありがとう、えーえー、誕生日おめでとううつで仕事休んでておえちゃんだけが生きがいだよ配信はなるべく毎日してくれうつ <laughs> の中見てくれてありがとうな 1600L さんありがとうあけおめ 1200L さんもありがとうございます そして 1200L さんもありがとうございます 900L さんもありがとうございます 800L さんもありがとうございますおめでとう皆さんね本当にありがとうございます良い1年を始まったばっかりしありがとうございます 800L さんもありがとうございます毎日寄贈毎日ねこのなんかおえちゃんの配信聞いてておえちゃんこんなことあったんだなっていう風うに思ってもらえるのがいいよな 800エルさんもありがとうございます。お援の高い木のために世界は存在してます。ありがとう。俺がカクカクなん気にしないでください。ありがとう。誕生日おめでとう。好きになれてよかった。<laughs> 好きになれてよかった。ありがとうございます。こちらこそ。<laughs> なんか、配信してたら好きになってもらってた。ありがとうね。誕生日おめでとう。早く結婚しろよ。セクハラですよ。ありがとうございます。800エルさん、800エルさん、ありがとう。 800エルさん、ありがとうございます。おえちゃん惜しい。一生おえちゃん惜しい。お誕生日おめでとう。再来年あたりわからんくなってるな、これは。ありがとう。そして800エルさん、ありがとうございます。37歳の誕生日おめでとう。おえちゃんの配信なかったら眠れないから毎日してね、極力、気分よかったら毎日しまーす。 800 l さんもありがとう。誕生日おめでとう。せっかく誕生日なので、最近 V に金投げてるせいで、小学エールごめんな。今すぐ V に舐めんね投げんのやめて、たまーに俺に高学エール投げとけ。<laughs> ありがとうございます。800 l さんもありがとうございます。うお。<laughs> お前投げ銭してまでそれ言いたかったんや。800 l さんもありがとうございます。おめでとう。おえちゃんのおかげで毎日が楽しいよ。それ嬉しいわ。普通にありがとう。<laughs> ハッピーバーありがとうございます。おえちゃん、DM 見てね。 何があるって言うんですかありがとうございます !800 エルさん、えー、地球生誕誕生日おめでとうありがとうございます。まあこれ以外にもね、あの800エルさんありがとうございます。またあとで言うわ。ファンレターとかもね、日々いただいてます。ありがとうございます。本当に。この場を借りてね、800エルさんありがとうございます。いい1年になりますように。 いや、いい一年にして、本当に、毎年いい一年になってるからね。社会進出失敗したから、あと数年は見れるぞ。末長く配信しろ、カス。カスもありがとうございます。800エルさんありがとう。そしてこれからも配信楽しみにしてます。800エルさんありがとうございます。ありがとうございます。800エルさんありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。実りある一年になりますように。そうだね。 <laughs> それがいいよねありがとうございます 800L さんもありがとうございます 800L さんえー、今年はお冬日たくさん出てくれお冬日はどうなるやろうなわかんねえなありがとうねまあ余裕あったら出るわ 800L さんもありがとうございます 800L さんありがとうございますえー、600L さんありがとうございますえー、600L さんありがとうございますえー、いつも本当にありがとうと配信がない夜は本当に寂しいよ <laughs> らしい <laughs> ありがとうございます寂しいんやって 600エルさんありがとう。シュワワお誕生日おめでとう。シュワワの遠吠えやって。500エルさんもありがとうございます。400エルさんもありがとうございます。400エルさん人生初エールありがとうございます。おえちゃん大好き。寂しい夜もおえちゃんのおかげで元気もらってるよ。生まれてきてくれてありがとう。このせいかいが400エルさんもありがとうございます。400エルさんもありがとうございます。400エルさんもありがとうございます。 で遅れましたお誕生日おめえありがとう400エルさんもありがとうございます、えー、新卒3年目だけどおいちゃんの配信でなんとかやれてるよ嬉しいな新卒ってことはおめえさ社会人になって3年目なのにまだ俺の配信見てくれてんやろ将来有望やな、まあ、たまにな思い出したとかさなんかそのそういう時に見てくれんのでもいいし切り抜きで追ってるよとかそんなんでも全然嬉しいからなありがとうな400エルさんもありがとうございます お誕生日おめでとう今年もたくさんゲームしてくれ <laughs> ゲームの種類によりますありがとうございます 400L さんもありがとう 400L さんありがとうございます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  <laughs> 400L さんありがとうございます、えー400 <laughs> えー、学生だからこれしか投げられないよ別にいやね気持ちでほんとに十分やでなみんなありがとうね400エルさんありがとうございますおたおめありがとうございます400エルさん今年は坊主にならないようにな何があっても何しても坊主にしませんありがとうございます400エルさんもありがとうございます400エルさんも妊娠中出た <laughs> 途中でちょっと流れた時に思わず拾ってしまったやつ「おえちゃんお誕生日おめでとう妊娠中でつわりつらいけどおえちゃんの配信が励みだよー」 立派な子が生まれるといいな本当にありがとうね 400L さんおめでとうありがとうございますう素敵な誕生日になりますと本当に皆さんのおかげで本当にありがとうございます 400L さんありがとうございます 400L さんありがとうございます300円 300L さんの台に来たぞありがとうございます 400L さんどうもありがとうございます。 300L さんのお題とました 300L さんありがとうございます。300L さんありがとうございます。え3 0 0 l さんありがとうございます。ありがとうございました。300L さんどうも。200L さんありがとうございます。うんうん。12時間配信やってくれよ。でなんかなハマったゲームがあればな2 0 0 l さんもありがとうございます。最近確かに長時間やってることは結構ちょいちょい少なくなったかも。200L さんもありがとうございます。36歳も最高だった。200L さんもありがとうございます。200L さんもありがとうございます。 この瞬間に立ち会えて嬉しいよ。もうこんなん立ち会い出産じゃないですか。ありがとうございます。 200L さんありがとうございます。200L 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 さんありがとうございます。おめやくはす。200L さんありがとうございます。200L さんありがとうございます。200L さんありがとうございます。ハゲ治るといいね本当にね。200L さんありがとうございます。配信頑張れって配信はながんるもんじゃねえんだ。楽しむもんなんだ。 ありがとな 200L さん、ユダヤ人に感謝、ユダヤ人に感謝です。ありがとうございます。200L さん、ありがとうございます。200L さん、ありがとうございます。いつもありがとう、200L さん、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、いつも楽しい配信してくれてありがとうな。37歳になっても元気出してな。いや、元気だよ、毎日ありがとうな。200L さん、ありがとうございます。200L さん、ありがとうございます。200L 200L ささんんあありりががととううごござざいいまますす 200L さん、おい、ありがとうございます。 100エールさんもありがとうございます。100 l さんともありがとうございました。100 l さんありがとうございます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 。みんなありがとうございます。100 l さんありがとうございます。 100エルさん、ありがとうございます。次の炎上を楽しみしないんで安心してください。100エルさん、ありがとうございます。間違えて変なとこクリックしたわからんくなる。こっからやんな。100エルさん、ありがとうございます。100エルさん、ありがとうございます。100エルさん、ありがとうございます。にょ、にょまれ。そんなコメントするやつもエルとか投げるんやな。ありがとうございます。<laughs> 100、100エルさん、ありがとうございます。 <laughs> 100エールさんありがとうございますたくさん配信しますえー、100エールさんありがとうございます <laughs>、うん、年越しでアプリ入れて課金したけど制限で送れなかったので温めてた100円ですありがとうそこまでして投げてくれて <laughs> 100エールさんありがとうございます俺さこれワイプつけ直した方がよ,よくない <laughs> 悪いおえちゃん派遣の仕事で当日の誕生日は祝えねえわ死ぬまで配信頑張ってくれよってことは日付変わる前に送ってくれてたんありがとうな100エールさんもありがとうございます親の金だよおめでとうありがとう 親の金でエール投げてくれてありがとう大切にしろよ親を大学受験のためおえちゃんの配信見るので今日でやめる歯科医になってお前の歯をホワイトニングしてやるからな <laughs> そうなんや歯医者になってよ頑張れよ頑張ってなれよ <laughs> おうしばらくな卒業しろなありがとうな百 l さんも百 l さんもありがとう百 l さんありがとうございます <laughs> おっぱい百栄さんありがとうございます百 l さんありがとうございます百 l さんありがとうございます百 l, l さんありがとうございます よこし !100 エールさん、ありがとうございます !100 エールさん、ありがとうございます !100 人になって初エール来たか !100 エールさん、ありがとうございます俺の数え間違えでなければ、計14万4700エールさんたち、ありがとうございました <laughs> ありがとうな。<laughs> 何人送ってくれてたやろな <laughs> ま、あそれも後でわかるから。<laughs> ボロ儲けやめちゃめちゃ儲けました。<laughs> しゃーねーな、サービスや。ほれほれほれ。 <laughs> いやあ、ありがとう。じゃあまたね、皆さん、あの、近いうちに。まあちょっと次枠は取ろうかなと思っているんですけど、お会いできたらと思います。本当に、ありがとうございました。また、お会いしましょう止まってるぞ。で、何が止まってる俺がカクカクしてる配信が固まってるちょっと待って。あ、これでどうこれ、あ、え、いつから止まってたはははは。<laughs> いつから止まってたまあ、ということで、ちょっととりあえず次枠取ってやりたいと思います。ありがとうじゃあ、本当におめえらありがとないい,い誕生日になったわまたお会いしましょうさよならーわしはー、世界一の幸せもんだーさよならーまたねー